Hey, what's up, guys? Indian Sensei, welcome back to another episode of Hell's Paradise. Today we are going to be watching episode number 5. And episode 4, they fought a lot of monsters. So I think in episode 5, we will be seeing a little less action, but the story will progress slowly. And I just checked, episode will comes every Saturday at 9 p.m. India time. I am not sure, but yeah, so it will come today, I guess, and at night. So I might be able to react to it tomorrow, I'm not sure, but yeah, so every Saturday it seems. Yeah, so let's watch episode 5. Chichiue, Ahaue, naze sonna me de miru no desu ka? Chichiue, samurai and the woman. Okay, me ga sameta ka? Sagiri, 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 Genji dono. ここはどこですか？私は一体。ここは島内。ここはどこですか？周囲に化け物や虫の気配はない。お主は蝶の鱗粉の毒気に当てられ、気を失っていたのだ。まだ動かん方がいいぞ。そうはいきません。Oh, he has two swords. 罪人から目を離すわけには。あ、起きた。ね。One is sleeping, one is sewing clothes, one is, I guess, cooking. Yeah. 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 Yeah.ガビマルさんの作ったものでも食べながら。賛成！って、気活眼じゃんこれ。もっとちゃんとしたやつ期待してたのに。気活眼？周辺のありもので作ったんだ。むしろよくできた方だろう。それに材料探しのついでに島のことも調べたぞ。え？結論から言えば、周辺でこれらしきものは見当たらなかった。まあ島の全The fruit or whatever they are looking for looks like an orange. If I'm not wrong, the drawing. けもわからん状態だし、なんとも言えんが。つうかあったとして、あんたに判別つくの？戦薬のこと、なんか知ってるわけ？いや、戦薬なんてこの役目で初めて聞いた。He is lying, of course. 頼りに探しただけだ。She knows he is lying.材料探して分かったのは自生植物のこと。Flora, okay. 種類が混在しているだけで、多くは本土にある普通の植物だった。Okay. まあ見慣れなものもいくつかあったが。琉球が近い、そこの花屋も知れん。へえ、最高だね。気になったのは、花化した侍に似た花がいくつかあったことだ。え、まさか。派遣された侍がどこに消えたのか。もしもこの島の植物のほとんどが元人間なら、おおよそ察しがつくな。うん、なんでもん食わせんのよ！それっぽいのは使ってないぞ。とにかく、こんなみかんみたいなものは見当たらなかったな。あまり絵にはこだわらない方がいいのかもしれません。幕府の言う時塾の家具の実も極楽浄土も、本来は別々の文化圏の言葉ですし。島に散在する石像も仏教か道教に近い。宗教的整合性を気にするだけ無意味かも。それより考えるべきは像そのものです。石像、塑像を作る技術が島にあるのか。Oh, yeah, that's a fun question. 誰が作ったのか。そもそもその人はここに住んでいるのか。こんな島に人が住めるようには思えません。化け物も虫も人間にとって危険すぎる。生態も習性も謎が多いですし、But who knows? Someone else lives. 筋肉や骨格はありますが、内臓やその生殖器、はい、それが見当たらない。チンコないんだ。見た目もなんだか変です。人体構造の上に別の生物がそのまま乗っかっていたり、Yeah. なんと言えばいいか。わかります。化け物が身につけているものも雑というか、宗教的ではありますが細部は大雑把で、言うなれば出来損ないの神様。島も化け物もそんな感じで、
恐ろしいのですが間抜けです。自然物としてはあまりにも非現実的、神秘の権限としてはあまりにも人工的、まるで悪趣味な曼荼羅の中に放り込まれたみたいだ。得体が知れなくて解明の糸口も見えない。内臓もなく生きる生物自体、不老不死の手がかりだな。Without organ. 戦略が島にある可能性が見えてきた。あるなら見つけられる。見つけたら無罪で帰れる。Yeah. 私たちがすでにどっかで死んでて、ここが本物の姉よじゃなきゃね。There can be multiple elixir of life, right? So I mean. ガビマルさんの言う通り、まずは化け物の生態を調べた方が良さそうです。化け物がどこでどうやって生きてるのか、危険は伴うでしょうが、戦略の手がかりは目下それだけ。I think even if they find the elixir of life, I don't think they will take it back. At the end, I don't know. I'm not sure, but yeah. ですから。日暮れ、まだ島に着いてから1日経ってない。Yeah, it's already 3 episodes and haven't seen sunset. ゲンジ殿。サギリ。お主は船で本土に帰れ。何よ。お役目は拙者が代わろう。担当する罪人も死んだしな。お主は侍である前に山田家の娘だ。女には次期当主と結婚する務めがあろう。拙者の代わりであれば上位にも背かんはずだ。今のお主では死ぬ。帰るのだ、サギリ。これは私の職務、果たすが武士の使命です。首相な心がけだが、現実を見ろ。今のお主にガビマルを切る力はあるか。それにその刀、どこで拾ったか、あり合わせだろう。刀は武士の心、お主はすでに山田家の心を失っている。まあ戦の場ならさもありなんだが、合戦では刀は使い捨て、その場で調達するからな。確かにお主の剣技は素晴らしいが、それはお試し御用、処刑の技前。一方、ここで求められるのは戦の技前。Yeah, that's true. 優れた剣技と優れた戦力は必ずしも一致しない。この島でお主は明確に力不足。女の限界だ。そもそもそう簡単に帰れますかね。センター。派遣された侍のほとんどが帰らない島だ。船を使っても容易に脱出できるかどうか。とにかく島から離れないと。霧で何も見えずとも武士道とは前進することと見つけたり。侍ってどうしてこうバカなんだ。ちゃんと海流を読め。力任せじゃ体も濡らして体力が奪われるだけだ。侍はないものにとらわれて賢い行いを知らない。なるほど、勉強になるっす。山の民の参加の知恵ってやつっすか。じいちゃんの教えだ。何でも無駄を省けって。だいたいこのまま島から帰れても戦略がなきゃどうせ死罪だろ。そんなもん自分がお上を説得するから大丈夫っす。自分を信じて必ず君を返しますよ、ヌルガイ君。参加した罪人の中で誰より君が一番生きるべき人間だから。お、見てください、きっと幕府の船っすよ。大きいもん。これで帰れます。お、幕府の、いや島、まさかこれまで島から出ようとした船っすか。Oh, you cannot leave the island. Baka, 刀を抜くな。え？大概の動物は光るものと敵意に敏感なんだ。
そこですぐに船を戻してれば。仕方ないでしょ、難しいことは分からねえっすよ。もう俺のテンテカです。使えそうな船を探しましょう。逃げろヌルガイ、お前が死ねば三家の血が絶えてしまう。俺たちはないものは信じないって、どうしても考えてしまう。これは天罰なのか。なあ、道に迷ってるなら麓まで案内してやるよ。お前エミシか。そうなら村で休ませてくれ。エミシってなんだ。祀ろわぬ民のことだ。幕府に基準せず独自の文化で山野を生きる者の総称。徳川様の治世においては逆賊だ。連れて行け。他の集落の場所を吐かせてから処刑する。これでこの地の山下は根絶やしだな。Someone is calling. So he has them, you know, but they killed his whole village. That's bad. みんな、ごめんじいちゃん。俺が侍を連れてきたばっかりに。俺は自分は浅右衛門、幕府の雇われですが、どうしても無実の少年を処刑する理由がわからない。生きる道があるなら生きるべきっす。俺はどうすればいい。村の血を絶やさぬために生きるべき。これはこれでYes, sir. Oh, is that guy the first guy who left the island? The guy who was carrying so many swords. He was responsible for this. You look good. Kishou-san, why? I'm Tenza. Do you understand? Stop it! It's useless. Oh, Bro. What are you doing, Nurugai-kun? No, it's okay. If you want to run, then run alone. I'm okay. What are you doing? I don't know. I've been thinking. Do I have to live or die?I don't think he has any special skills. これは天罰なんだ。じいちゃんをみんなを殺したお礼の。全然わかんねえ。それでなんで死ぬんすか。侍はバカなんでしょ。ちゃんと説明してくれよ。山下は山の。村のみんなのために生きるのが習わし。俺は一人で生き残っちまったんだ。俺のせいでみんな死んだのに。全然わかんねえ。なんすか習わしって。難しいこと言わないでくれ。だからか構うなと言ったろ。ちゃんと説明してくれないと、納得できないと俺は帰らねえ。ヘイ、ナイス。もちもち限界っすよ。自分スタミナないんで。いい加減に説明してくれ。じいちゃんとか村とかじゃなくて、君自身が死にたいかどうかを。死にたくなんかないよ。I don't want to die. 山に帰りたい。それならやることは一つでしょう。何が何でも生き延びろ。あそこに使えそうな船がある。ここを突破して、あれに乗るっすよ。I don't think they will survive, but okay. Oh! They are back. 強いっすね、ヌルガイ君。助かりました。こっちのセリフだ。とりあえず逃げ切ったけど、結局戻ってきちゃったっすね。ああ、
多分この周囲の海流すべてが島に流れ着くようになってるんだ。外へ向かう海流を見つけないと戦略があっても帰れない。それにあの化け物、島にいたのとはまた別種だろう。座礁船の山も島を囲っているようでしたね。あの数はここ数年の派遣団だけじゃない。とりあえず血を洗い流してから考えましょう。あなかした与力の船が帰ってきたんだ。外への海流もきっとあるはずっす。ああ、そうだな。あ、ぬるがいくん、なんかそのずいぶん体の線が女の子っぽいっつうか、ぽいというか、女だぞ。いやいや、ちょっとマジっすか、つかいや。何を慌てる。あっち向いて、女の子なら。侍ってほんとどうでもいいことにこだわるな。どうでもよくないっす。いいからあっちを。お前の男気に惚れたぞ。無事帰ったら向こうに来てくれ。いやもう、なんつうか島のことやらないやらで頭限界っす。自分バカなんで。とにかくやるべきことをまとめます。 And that's what I thought he... 島の外周を巡って外へつながる海流を見つける。 The anime everything is so confusing man. それに化け物どもを突破するには二人では危険っす。共に帰る仲間も探しましょう。夜が明けたら船で帰れ、サギリ。このお役目は女には荷が重い。 You cannot go back, bro. 僕も半分は源氏さんに賛成です。理由はともかく、帰れるなら帰った方がいい場所だ。ただもう半分は、いざという時ガビマルさんを抑えるためにもあなたにいてほしい。そうですか。まあ直感ですが、浜で初めて見た時と今のガビマルさんの印象は随分違う。宣告はあなたを助けたようにも見えました。二人組でなければ帰れないからかもしれませんが、彼の変化にあなたも心当たりがあるのでは。離れてろ。であればあなたがいた方がこちらとしても心強いのですが。そうですか。そうですか。そうですか。そうやって夜通し監視する気か。わしは寝ないぞ。他の浅右衛門と交代制ですから。なら他の組は夜はどうしてるんだ。ますますお上の計画はずさんだな。侍はただ従うのみです。あの、じゃあどうぞ。いや、気分はもう大丈夫なのか。はい。なんだよその顔。いえ、意外すぎて。いや、わしがつけた傷のせいで虫の毒の回りが早かったんだろう。だから一応その時間がないとか言ってませんでした。うん、まあ思うところがあってな。お主には借りもあるし、おかげで冷静になった。覚悟を決めたよ。闇雲に急いでも危険なだけだし、岩隠れ衆が上陸してくるなら迎え撃てばいいとな。妻と生きると決めたんだ。この役目より長い長い人生ならば、それを邪魔する者からは逃げない。真正面から迎え撃つ。強いですね。お主だって強いだろ、わし以上に。そんなことあるよ。そういうことの見極めは確かだぞ。わしは真偽体ってやつか。心根が影響するのか。少なくとも牢屋敷でのお主は強かった。印象じゃない、もっと具体的な強さ。あの感覚は何だったのかな。意外そうな顔だな。ええ、まあ里でもよく言われたよ。自分で馬鹿を踏まなきゃ自分の強さなどわからんと。うん、自分自身のことは案外自分じゃわからんもんだな。行動してみるまでは皆同じか。結局何も現れなかったな。
化け物は夜は活動せんのか。サギリ、帰り自宅は済んだか。拙者の船まで案内しよう。お気遣いありがとうございます。ですが帰りません。お役目の規則なら気にするな。いいえ、もはやこれは私の生き方に関わる問題です。なおのことくだらん。お主は女だ。無事に帰り山田の子をなすという生き方があろう。 Let's start all。 ずっとそう言われてきました。刀を振る女に向けられるキーと嘲笑の目、女の分際で何をしていると。何より父が時折見せる落胆の目。女では山田家の剣は継がせられん。無理はしなくていい。女として生きなさい。首切り朝の娘として生きれば外から蔑まれ、山田家の武士として生きれば身内から疎まれる。ここで帰ってはきっと一生つきまとうでしょう。理解ができんな。女には女の役割があるのは当然のことだろう。私にはその目がたまらなく耐え難いのです。なんだと。どうか私を一人の侍として見てください。貴様、どうか兄弟子に歯向かう無礼と私の生き方をお許しください。私が弱く未熟であるとは承知しています。ただそれを邪魔する者からは逃げない。ただ自分の生き方くらい自分で決めたい。それはきっと男も女もあるいは立場も関係なく、誰もが持つ人として当然の感情ではないでしょうか。どうかご理解ください。聞くに耐えんな。それは侍の生き方ではない。この島は戦場のごときもの。女子供は場違いだ。な、いつの間に。ナイス。戦場では刀はその場で調達する。昨夜源氏殿にそう教わりました。貴様、刀は武士の魂、それを奪うとは。源氏殿。Bro, that was insane, bro. What? I think the big guy doesn't have. How did he got captured in the first place? If he is this strong, I think he wanted to come to this island from the very first day. So yeah, his mission is done. Okay. Episode 5 is done, and episode 6 will come today and tonight, basically. So yeah. So yeah, so far we have caught up with the anime Hell's Paradise, and so far it's looking good. I will say it's a decent anime. Yeah, I can see myself watching it. And yeah, that's it for episode 5. As always, if you have any recommendation, let me know in the comments. And yeah, I will see you next time. Sayonara.